歌手のマドンナが日本時間の10月11日までにインスタグラムで動画を公開。普段とは大きく印象が異なる姿を披露しており、ファンからは、あなたは誰？マドンナには見えない、と困惑の声が寄せられています。湯を張っていないバスタブの中でくつろいでいる写真や、ステージ上から観客に向かって挨拶しているかのようなパフォーマンスの動画などを SNS に投稿していたマドンナ。矢で射抜かれたハートの絵文字とともに公開したのは、無言で見つめている自分の姿を映すだけという意味深長な内容の動画で、眉はブリーチによりほとんど見えないほど薄く、アイメイクが施されていないためか目元も普段とは大きく異なるものとなっています。同様の姿は9月に投稿した動画にも登場。この時は顔へ落書きを施すコミカルな編集が映像の一部に加えられており、マドンナ自身も微笑みながら唇を指で押し上げて前歯を見せるなど、おどけた姿を披露していました。無言で見つめるマドンナの不思議な動画。コメント欄には、どうしたの？彼女に何が起きたの？別人のように見える、ハロウィンが早く来た、など戸惑いや驚きの声が多数寄せられています。マドンナは TikTok にもアカウントを開設しており、10月10日にはショーツを丸めてゴミ箱に向かって投げるも外してしまう動画を投稿。映像には、外したら、私はゲイ、同性愛者、との字幕が書き添えられており、ゴミ箱に入らなかったことを気にする様子も見せなかったため、同性愛者であることを明かしたのではないか、と反響を呼んでいました。